こんにちは、日本改革党靴沢です。川と山と様、中様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。川と山とさん、スイマさん、ツイリ魔法さんだったんですけれども、名前変えたということで、今後は川と山とにしたいと思います。そういうあの語呂だと思うんだけどな、川と山と、川辺大和って読むのかな、最初ちょっと思っちゃったんですけれども、強い台風、途中から非常に強い台風となり、史上最強クラスの台風だった7号、上陸せずに抜けた模様であります。皆様のところは被害ございませんでしたでしょうか。なんか昨今の熱帯化でですね、海水温が異常高温のため、台風が発生しやすくなってるらしいですね。海の暖かい海水が台風のエネルギー源、それと冷えた空気と温められた上昇気流と地球の自転でぐるぐる渦巻くみたいなんですけども、環境エコテロリストがますます活発化しそうだな、海水温なんかどうすればいいっていうんだっていう話なんですけれども、あいつら道路に 寝て、車通さなかったり、名画にペンキかけたりで何がしたいかさっぱりわかんない気違いどもですかね。環境エコテロリスト、環境テロリスト、9月下旬総裁選挙に候補乱立でカオス状態になっております。今まで、周知の高市さん、ゲル石破、中京圏河野、意味不明小泉、野田聖子以外の立候補者を表明した、あるいは推薦人を集め出した新顔紹介、林芳正ウミガメ官房長官63歳、岸田派、推薦人確保済み、ご存知、わずかな間に何回も何回も中国に行く現地妻疑惑がある売国奴であります。最近の写真ですね、顔がすごいむくんじゃって、健康状態大丈夫なんすかね、この人ね。なんか腎臓悪くて水が出ていかないのかなってちょっと思ったりもしてますけど、すごいむくみ、アンパンマンみたいになっちゃって、上川陽子外務大臣71歳、岸田派、推薦人確保開始だそうであります。オウム死刑囚の執行で名を馳せましたが、決まったことはやる、ペーパーを読むのはいけるが自分の脳みそで考えるのは苦手なミニ岸田という評価も発見しました。同じ岸田派なのに、本当だったら一丸となって林応援しなくていいのって思っちゃいますけれども、岸田派は特にですね、事務所もなくなってるので自立、自分で立候補もフリーダムってことなんですかね。その派閥の縛りがなくなってさ、斉藤健経産大臣65歳、推薦人確保開始、こんな顔して、石破さんは自分に人望がないことを自覚してほしいって言っちゃった人ですね。元石破の側近で、無限に難民申請で居座れるように民主党がしちゃった入管法をですね、2回までなぞって改正することに、動いた人であります。2022年から23年法務大臣の時にですね、大臣権限で140人ばかしアンカーベビーやっちゃったのがダメなとこですね。日本生まれで日本の小中学校行ってる、子供と親は送還しねえで、勘弁してやっかっていうアンカーベビーね。別姓反対、同性婚反対、クォーター制反対。クォーター制って議員の4分の1はなんでかんで女にしよう、そういうバカな制度のことなんですけど、敵基地先制攻撃に賛成など分かってる方かな。元石破の側近で本来なら石破の推薦人になるはずが自立目指しております。元側近に裏切られる、テレビ新聞では大人気なはずの石破茂と。加藤勝信元官房長官68歳、茂木派、推薦人確保開始。加藤官房長官と言われてもちょっと思い出せませんでした。いたなこの人は、ガース政権で官房長官やってた人ですよ。どういう人かよくわかんねえ。農水大臣だった加藤睦月の婿養子、旧姓は室崎というそうであります。あれ、茂木自身が立候補に色気出してるのに派閥のボス差し置いて勝手なことしていいのって思いましたけれども、これも派閥解体で各自が好き勝手動き始めたってことなんですかね。小林鷹之前経済安保大臣49歳、二階派、推薦人確保済み。
憲法に自衛隊の存在を明記すべき、敵基地先制攻撃に賛成、別姓反対、同性婚反対、女性宮家反対で、分かってる方ですね、分かってる方、日経新聞による自民党支持者対象の調査ではこんな感じでありました。まあこの人らが名乗りを上げる前ね、名乗りを上げる前のことなんですけれども、これ昨日もお伝えした数字ですけれども、石破茂 20%、 小泉進次郎 18%、 高市早苗 13%、 岸田文雄 12%、 河野太郎 8%、 上川陽子 5%、 茂木敏充 3%、 茂木はあの派閥の長なのに同じ派閥の加藤元官房長官にも勝手なことされてて、ダメだな、もう茂木は。あいつはあの傲慢で自分が頭いいと思ってるバカで、あの人望ねっちゅうわね。女性自身の対象を自民党支持者に絞らないオープン調査では、1位ゲル、2位高市さん、3位意味不明小泉の順でした。青山茂春さん出ますって言ってましたけれども、推薦人確保できたかどうか不明であります。テレビ新聞は完全に青山さんを無視して報道せず、私があの個人的に応援する候補は、1位完全に分かってる高市さん、2位分かっていそうな小林隆之、3位分かっていそうな斉藤健の順かな。やっぱあの1位は高市さんですよ。なってほしくないのが1位河野太郎、2位ゲル、3位ウミガメと、河野太郎は皆さんご存知、一族ごと中国で儲けてる売国奴、国賊サラブレッドであります。こいつが総理になったら今よりもっと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 日本端子の部品ついた太陽光パネルで山野を埋め尽くされてしまいますよ。で電気代上がっちゃいますよ。ゲルは北朝鮮に行った時にですね、ハニトロのおかわりをしたっていう噂ありますね。女あてがわれて、であの気が済むまであれしておかわりって言って、他の女あのねだったっていう噂ありますね。マスゴミがこんだけ必死になってゲロ押ししてんだもんな、ろくなもんではないというのはもうあの皆さん分かってますよね。朝日新聞の逆が正解とかいう話でね、林は1年の間に何度も何度も中国に行って下半身を攻略されている可能性が高いであります。加藤上川のことはよく分かんねえなーって言ったところであります。来年度の防衛予算初の8兆円超え、当初防衛のため攻撃型ドローンの予算を初申請。掲示板はですね、過去の過ちを反省しろとかなんとか日本人じゃない投稿で溢れ返ってましたけれども、発狂しちゃってさ、ストレス感じて風邪ひけって感じなんですけど、日本の防衛はあんたらに関係ねえからね、まったく世論です。ウクライナ見てるとドローンは必要だよな。ええやん、ジャマーも導入せんと。ジャマーっていうのはあの電波妨害する機械ですね。ドローンのラジコンの、まあラジコンなんだが、まあ電波をね妨害する。自衛官の待遇もっと良くしてやって。そうだよ、あの定員割れしてるしまくってるっつうならさ、ウクライナでも分かったのはドローンは安いから役に立つのであって、高機能高価格じゃ使えないってこと。そっか、あの安いのを惜しげもなく大量に投与すから効果が出るのかっていう。まあそれ以外も結構インフレしてるし、防衛産業を育成して輸出で穴埋めしてくれ。そうだ、世界に売れる武器兵器作りましょうよ。世界に売れる、世界中が喉から手が出るほど日本製の兵器が欲しいっていうようになりましょうよ。それでこそパックスジャポニカというもんですね。右を見ても左を見ても外国人だらけ、スパイ防止法が急務だぞ。そうですね、なんぼね、兵器いいの買ったって情報だだ漏れじゃあね。共同通信、急激な防衛費の膨張は議論を呼びそうだ。これはですね、騒いでほしい、暴れてほしいという煽りの文であります。国賊共同通信は気に入らないというのは分かりますけど、最後の最後に自分らの感想やプロパガンダのお気持ち入れんのやめろって、事実だけ淡々と伝えろって、議論を呼びそうだと思うねとか、付け加えんなって、そんなお前らが言わなくても議論になっときゃ議論なんだから、バカ新聞、バカ新聞ではないか。よし、これで NATO 参加資格の、GDP2%10 兆円に近づいたって思ったんですけれども、最近我が国の GDP600 兆円超えちゃったらしいんですよね。なら 2% で12兆円必要で、こんだけ防衛費出さないと敗戦国悲願の NATO に入れてもらえないって。でもその前に9条を廃止できない国を頼れるのかってお断りされる気がするんですけど、
NATO に入ってよ。有事の際は自分ら助けてもらっといてよ。逆の場合は救助あるんで助けに行けませんとか言うの勝手すぎるし恥ずかしいですよね。だから最初から入れてもらえない可能性がある。救助をなくしてですよ、戦争行為に必須の緊急事態条項も整備しないと NATO 参加は遠いっすね。緊急事態条項ないと戦争できないっていうのは、ここの町の人は全員避難してくださいっていうのが強制できない。そうすると一人二人言うこと聞かねえやつがいると、その人犠牲になっちゃって、あ失礼しました。肺がんやってからたまに急に咳出んですよね。後から犠牲者でとなんやかんや言われるから、緊急事態条項ないと、避難を強制できないから戦争できないという話。逆にこれらができたら我が国は完全に敗戦国から脱却できたっていうことになるのでは。救助をなくして緊急事態条項を作って NATO に参加と、安倍総理が言ってた戦後レジームからの脱却っていうのはこういうことですよね。なるべくねパヨどもはこれを妨害しようとするんでしょうけども、関東大震災の時に虐殺されたと自称している朝鮮人追悼団体、小池都知事は8年連続で追悼文くれない抗議するだそうであります。101年前の本当にやったかどうかは分かんない、こいつらしか言ってないことをいつまでもぐち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 、心療内科で見てもらったら、あんな昔のことが気になってたら世論です。追悼強要、こんなの煽ってるのも東京新聞ぐらいしかないぞ。当時3000人住んでた朝鮮人が6000人犠牲になったんだよな。舛添なら喜んでやっただろうな。追悼文は送らないってのが公約だったんだから、東京新聞は何を期待してんの。送ると答えた蓮舫が落選してんだぞ。民意を尊重しろ。蓮舫なら大喜びで送ったのに落選しちゃって残念だったね。さすがにしつこすぎて逆効果。101年前のことでいつまでも、6000人が虐殺された。当時3000人しか住んでなかった記録ありまして、こいつらが言ってるのは全くの嘘なんですよね。全くの嘘。嘘101年間つき続けて、そんなんだから罰が当たって今そんななんですよ。あんたらはリアルな生活が充実したらこんな活動一生懸命やってねえわって話ね。今日の単身です。 TBS が急激に韓国化なんてタイトルの記事出まして、何かと思ったらプロデューサーやディレクター約40人が韓国のコンテンツ制作会社 CJENM、いずれよ、普通の名前にしろのスタジオを見学。3本のドラマ2本の映画を共同制作すると発表。韓国の映像作る会社に急接近してるって話ですね。TBS が急激に韓国化って元から韓国だけどね。社内ではハングルが喋れないと出世できないって TBS アナウンサーバラしてたでしょ。パヨール石井とか水道橋とかウマーン村なんとかの売れない芸人のパヨ流れってありますけれども、売れないテレビの韓国流れ、ますますダメそうですね。っていうか韓国ぶっこんでくから売れなくなったんじゃないの、お前らそれ分かってないので、売れないから苦しくなってきたからますます韓国とべったりになるって、それますますね、脳みそからダイエットしますってバカなことを言ってる感じがするんですけども、こいつらが滅びていくのは私は歓迎ですんで、しっかりね、法則が発動して滅びてもらいたいな、思っております。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。